飯田恵理子は元オウム心理教幹部。神奈川県横浜市出身。血液型は O 型。ホーリーネームははじめ楽趣味。あに桜。教団内のステージは、小5市で象徴性が採用された後は、東日本の信者を統括する、東信都庁長官だった。最古さんのメンバーでもあり、まだ家庭的で、和気あいあいとした、ヨガサークル、オウム新鮮の会を、 石井久子、山本真由美と共に作っていた主要人物だった。文化女子大学附属杉並高等学校を経て、文化女子大学短期大学部生活造計学科を卒業し、デパート店員を経て、日産火災会場保険に入社。病弱で体重は38キロほどまで痩せたこともあり、1984年、健康のために、朝原商工の洋画教室法を経理に理、 通い始め、会社の同僚であった石井久子を誘いそのまま、オウム新選の会に入会。その後、保険会社を退社して出家した。管理番号00033。同教団幹部の岡崎一名と恋愛関係にあった。1990年の第39回衆議院議員総選挙には、新離党から東京都第11区から立候補したが落選した。 一ヶ月に二億を集めたとも言われ、伏せを集める才能は、オウム真理教信者中ナンバーワンであった。1990年、ボツリヌス菌の培養に関与した。1995年のメグロ交渉人、役場事務長拉致監禁致死事件では、逮捕監禁致死罪に問われ、同年5月29日に逮捕、起訴された。裁判では、井上義弘が、飯田も、 拉致事件に関与していたと、主張1996年10月26日の第一審では、懲役7年、1998年9月10日の控訴審では、懲役6年6ヶ月の判決が下された。上告をせず刑が確定し、2002年8月25日に、刑期満了で出所した。一審後に、ノイローゼ、聴覚過敏の症状が発生。 服役中の2002年3月には脳内出血で倒れ、二度の手術により車椅子に乗れるほどに回復したが、記憶に深刻な障害を負っているという、ありがとうございます。